大分市街地から見た大分臨海工業地帯日本製鉄大分製鉄所大分臨海工業地帯は大分県大分市にある工業地帯製鉄業と石油化学工業を中心とし日本国内有数の製鉄所と石油化学コンビナートの両者を備える複合的な工業地帯であるまた九州では北九州工業地帯とともに太平洋ベルトに属している 1959年に大分川砂岩から大野川砂岩に至る海岸線に埋め立て地を造成する第一期計画に着工。これらの埋め立て地には九州石油、九州電力、昭和電工、新日本製鉄等の企業の進出が進んだ。1963年3月10日の旧大板市、鶴崎市等の合併による新大板市の誕生等によって 要件を満たし、1964年1月に、新産業都市の指定を受けた、この地域は、新産との優等生と呼ばれた。昭和電工の石油化学コンビナートや、新日本製鉄の製鉄所は、それぞれの企業の中核施設であり、日本有数の大規模な施設でもある。また、昭和電工の石油化学コンビナートは、高杉良の小説で後に、ドラマ化もされた。 生命も湯のモデルとなったことでも知られる。かつて三陽号地の後輩地には旧大分空港があったが、新日本製鉄の航路建設の障害となるため、1971年に国崎半島へ移転した。なお、本工業地帯は、計画当初は大分、鶴崎臨海工業地帯と呼ばれていたが、大分市と鶴崎市等との合併に伴い、 大分臨海工業地帯と呼ばれるようになった。大分臨海工業地帯のパノラマ画像1973年には、大野川上岸に埋め立て地を造成する第2期計画がスタートした。しかし、石油ショックの影響や環境問題への関心の高まりを受けた住民の反対などにより埋め立て工事は進まず、八号地については1977年に、 計画の取り消しを求める訴訟も起きた。この裁判では行政側が勝訴したものの経済情勢の変化等のため8号地の造成は中止された。埋め立て地の造成と同様に企業の進出も進まなかったが1981年には7号地で三井造船を置いた事業所が創業開始。6号地では1990年にはだいぶ LNG の LNG 基地が完成し、1991年には、九州電力新大分発電所が運転開始した。一方で、日産自動車は6号地の土地を取得したものの、業績の低迷等の原因で進出を断念した。近年では、大分市においても、キャノンや東芝といった電子、精密機器メーカーの内陸部への進出が目立つが、その一方で、 中国等における鉄鋼需要の増加を背景に大分製鉄所の生産設備の増強が行われ2004年に改修を終えた第二航路が世界最大となるなど大分臨海工業地帯は日本国内における重工業の重要拠点としての地位を保っている6号地7号地の有給地については2012年夏以降 メガソーラーを建設を建設する動きが広がっている。これらを合計すると2014年3月には、総出力が1 2 5 5 0 0ットとなり、大分臨海工業地帯には、国内で最大級のメガソーラーが集積することとなる。中でも、2014年3月12日に運転を開始した大分ソーラーパワーは、日本の太陽光発電所で最大の出力を持つ。 また、大分臨海工業地帯の隣接地域にある三井造船大分事業所最有給地では、今井製作所の関連会社により、1万1 0 0 0ットのメガソーラーが建設され、2015年8月に運転を開始した。大野川を基準に、左岸から西に向かって順に1から5号地、右岸から東に向かって6から7号地が造成されている。以下では、 西から東に向かって主要企業、施設を説明する。ありがとうございます。